こんにちは。島村楽器ららぽーと岩田店ピアノインストラクターの斉藤と申します。今回は私が担当しております音楽教室ピアノサロンのレッスン室とレッスンで使用している楽器についてご紹介いたします。ショッピングセンターららぽーと岩田の1階の端に島村楽器がございます。入り口を入ると電子ピアノコーナーが広がり、さらに奥に進むと中央のカウンターがございます。こちらのカウンターからさらに奥に進むと赤い看板が見えます。この赤い看板の奥が音楽教室です。グループレッスンで使用する L 部屋が1つ、個人レッスンで使用する S 部屋が7つございます。私のレッスン部屋は右手の一番奥、こちらでございます。この S4 部屋がピアノサロンのレッスン室です。レッスンではこちらの CVP605 というヤマハの電子ピアノを使用します。ピアノの音色はもちろん様々な機能が使えます。よく使う機能の一つとして録音機能です。ご自身の演奏を録音して客観的に聞いてみたり、連弾の練習等に使用します。曲をアレンジしたいという方にはこちらの機能が人気です。音階の対策や生のピアノの音質にこだわりたい方はこちらの画面でレッスンいたします。コード理論や伴奏付け、受験対策等のレッスンも可能です。気になった時こそチャンスです。ぜひ初めの一歩を踏み出してみましょう。皆様のお越しを楽しみにお待ちしております。